小型アメーバは、人の大腸や盲腸に、語り共生するアメーバである。栄養体の大きさは8から10メートルだが、運動中には30メートルに達することもある。角は2から2.5メートルの球形で、不定形の角固定を持つ。シストは6957メートルの卵型で、腸内で見出される他のアメーバと比べて小さい。シスト壁は87メートルと薄く。 表面は平滑である。シストの細胞質には、ミトコンドリアや、ゴルジュカラダ、ソメン症体、中心固定、微小管などは存在しない。リボソーム様の下流からなる、伸びた感情の構造が、特徴的である。シストには、細胞核が通常4つあるが、稀にさらに分裂をして5から8個になっていることがある。角膜には染色質が凝集しており、角膜孔はない。 栄養体は大腸や盲腸に生息し、細菌を捕食してに分裂で増殖する。シストは糞便中に排出され、実験的には室温で2週間、低温では2ヶ月まで生存しているが、自然環境ではより短い。蛍光摂取されると、シスト壁の穴を通って脱脳し、続けて細胞分裂を行って、単核の栄養体となる。 感染は慢性に推移し、クリフォード・ドーベルが自身で実験した際には17年間以上持続していた。食品や水がシストで汚染されることにより、噴口経路で感染する。世界人口の13.9%が感染していると推定されているが、感染者の報告はアフリカ大陸と南アメリカ大陸で多い。小型アメーバは、 一般的に病原性を持たないと考えられている。下痢に関連して、小型アメーバの感染が報告されることはよくあるが、これは単に衛生条件が悪いことの反映だと考えられる。ただし病原性を示す、可能性を排除することもできない。古典的には、肉質中アモン養上加速光無角アメーバ、アコーアメーバ目関係ア目、エントアメーバかのところ属とされてきた。しかし、 分子系統解析に基づけば、アメーバ動物門、アーケアメーバズナペロミクサモク、マスチゴアメーバ科のところ属となる。エンドライマックス属には、様々な宿主から10種以上が記載されているが、宿主特異性についての知見がほとんどないため実態は、不明瞭である。イギリスの原生動物学者、チャールズ・モーリー・ウェニオンが1915年に初めて、シストを観察し、 1916年、エジプト駐在中に研究を進めて1917年に、エンタモエバナナンと命名した。2004年に、分子系統解析に基づきエントアメーバカから、エンドリミシーデー化に独立し、その後2013年には、マスチゴアメーバカに移された。ありがとうございます。